はい、バイルズアギャリー小林と小林申します。今日は竹製品の保存方法の仕方についてお話をしていこうかなと思っておりますので、ご視聴の方よろしくお願いいたします。ここではね、こういった茶筅とかこの竹のね、花生けとか、主に茶道で使う竹の製品ですね、こういったものの、正しい保存の仕方ですね、これをお話ししてまいります。竹製品は基本的にはね、すごく割れやすい商品なんですよね。例えば茶筅ですと、こういうところにですね、縦にひびが入ってパカッとこう割れてしまったり、こういった花生けも、縦にね、こうひびが入って割れてしまったりっていうことがよくあります。で、昔の、花生けですね、そういったものはみんな割れていて、これ以上ね、割れが進まないように、くさびを打ってね、それを止めてある、修理してあるというものもよく見受けられます。で、作る段階で、竹製品はまず油抜きをして、そして1年ぐらいね、乾燥させてからこういった製品になるんですけども、なんとこの茶筅をね、作ってる職人さんにお聞きしたところ、全体の4割はその乾燥させてる間に、割れてしまって、捨ててしまうということなんですね。で、実際使えるのは今6割ということになります。ですので、割れを防止するために油抜きをして1年間乾燥させた上で、こういったものになるんですけども、その間に割れてしまうものが約4割で、実際使えるものが6割しかないということらしいです。それだけ乾燥させてもですね、こういった製品になってからでもどうしてもね、割れることが多いんですよね。で、そうならないために、どうしたらいいかということなんですよね。で、主な原因としては、割れる原因としては、乾燥ですね。乾燥が一番。そして、あと熱ですね。すごくあったかい、あるいは直射日光が当たるようなところ、これは竹が割れやすい環境ということになります。ですので、冷暗所にね、保管していただく、そして、ある程度の湿度があるところですね、に、保管していただくことが望ましいです。それでも割れてしまう時は割れてしまうということですので、こればっかりは買って、使ってみないことにはわからないということなんですね。で、一番最悪な環境を申し上げますと、暖房のかかった暑い、非常に乾燥した部屋に置いておきますと、割れてしまいます。一気に割れるんですね。パーンっていう大きな音がして、何の音かと思ったら、こうパシッとひびが入っていたというようなことがあります。ですので、ある程度ね、その1年間乾燥させてあるので、非常に我々のところに入ってくる茶筅が割れるということは少ないんですけども、やはり使っていただいている間に、そういった暖房のよく効いた乾燥した環境に置いておきますと、割れやすいということになりますので、できればね、ある程度の湿度があって、涼しいところですね、に保管していただくというのが、長く使っていただくコツとなります。青竹なんかは冷蔵庫にね、入れておいたりするんですけれども、こういったものは冷蔵庫に入れる必要はないんですけれども、直射日光を避けて、涼しいところ、湿度がある程度あるところ、これまた湿度が80%も梅雨みたいな、梅雨時みたいな、そういうところに置いておきますと、
カビの、ね、原因になりますので、まあ、これも湿度が高すぎると良くないんですけれども、ある程度の、まあ、50% とか 60% とか、まあまあ、ある程度の湿度のあるところで涼しいところに保管していただければと思います。で、私どもが店頭でやってるのは、まあ、こういったね、ビニールにこう、包んでね、なるべくその中が湿度が上がらない、下がらないように、してるんですけれども、まあ、これは新品だからこういうことができるんですけども、使った後にこういうことをしますと、中がね、蒸れてしまって、濡れた状態でこういうビニールに入れますと、逆にカビの原因になったりしますので、使ってない時はこういった保管っていうんでしょうか、店頭での販売するときはこういった仕方をしているんですけども、まあ、使った後というのは濡れ、まあ、こういったね鼻池とか茶筅は湿ってますので、応用は効かないとは思うんですけれども、こういった販売方法をしております。はい、まあ、せっかくね、お金を出して買った竹製品、まあ、これを長く使っていただくには、まあ、こういった方法がいいのではないのかなというふうに思います。まあ、それでもね、割れてしまうときは割れてしまいますので、まあ、ある程度ね、これは竹の運命ということが言えるかもしれません。はい、ご参考になりましたでしょうか。ご視聴いただきましてありがとうございます。器に興味のある方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter、Instagram、SNS やっておりますので、ぜひご覧くださいませ。またネットショップもございます。ぜひご覧いただきたいと思います。バイルザギャリー、小橋と岐阜柳瀬、すぐ近くにございます。Google マップで検索していただきますと、すぐ出てまいりますので、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。それではまたお会いいたしましょう。